はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今回はかぐや姫で何でしたっけ、忘れちゃった、デウスエクスマキナでございます。はい、かぐや姫久しぶりに使うんですけども、リーダースキルがですね、スキル使用時貴族性4倍ということで、まあ降臨キャラにしては割といいスペックをしております。そしてスキル使用時ということはこいつがね入ってきますよね。これで毎ターン4倍です。ただ HP とか回復力に倍率がないので、そこだけ、あ、回復はありますね、 HP だけないので注意ですね。はい、行ってみましょう。 HP バッチにしておきましょう。で、久しぶりにメイメイを入れてみました。ちょっとエンハンスがないのが怖いんですけど、マキナがね、まあなんとかなるんじゃないかな。貴族生だしね、たくさんいますね。ありがとうございます。こっちは何でもいい感はあるよね。このギアに関してはね、群馬の1ダメージですら心強いですもんね。やっていきましょう。今撮影時間がね、今日3時に起きましてね、日曜だからってね、モンハンしすぎちゃったんだよ。7時ぐらいまでね、モンハンしてましたね。で、今15時なんで、やばいんですわ。今ちょうど半分ぐらいだから、撮影が。こっから、ね、ヨルムンガンドも残ってるというのに、取りまくらないといけません。まあ、ただね、舌が痛かった現象治ったんで、ようやくね、傷が塞がったのか、もう舌は痛くないので、よかったね。そこだけ。うん。そこだけでも生きるモチベが違うよね。口内炎とかあるとさ、もうなんか生きる希望なくしません？こんなん背負って生きるのは嫌だみたいなさ。重く考えすぎかもしれないけど、なんかなくていいものをなんでこれは僕はこう受けないといけないんだろうみたいな。僕はそういう気持ちになりますね。クリスタルスカル君か。2ターン湧きなのはありがたいんだよね、こいつね。で、特に強くねえんだ、こいつ。よいしょ。で、なんか、パズルが上手くなってませんかみたいなね、コメントがあって。まあ、確かにね、1年前とかと比べると、まだ良くなったかもしれんっていうのは、わからんでもないかなっていう気はしますね。1年前とか本当に、ラードラとか使えなかったんで、僕。ラードラとか使ってもこう、間に合わない。間に合わないぐらいの騒ぎじゃなかった気もしますけど、本当になんか、なんだろう、盤面最大なんてありえないみたいなね、そんな感じの下手くそだったんで、人は成長するんですよ、きっと。こんなやつでもね、ちみ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 と。なんかこう特に意識したりはしてないので、本当に積み重ねが大事なんじゃないのかなっていうのは思いましたね。まあ今でもこうね、完璧なパズルはできないんですけど、むしろなんでそうパズルするんだみたいなね、局面が多いんですけど、まあ少しは成長しとったんかなっていうのは、まあ思わんでもなかったかなっていう気がします。よし、ゴーレムまで来たので、この次も確かゴーレムですよね。伝説のハイスフェルゼンじゃなくて、なんだっけ、伝説のセロスパーダ。許さんよ、あいつマジで。ダンジョンボスセレクトで出てきたあいつを僕は許しません。まあ、調整したいよね、できればね。うわ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 、そういうことしちゃうか。キーンエッジはやめていただきたいですね。エナジーショットガンでお願いします。話の分かるやつやな。じゃあウェイ組まなければ根性いけるんじゃないかな。今回はね、 HP バッチにしちゃったんで、あんまりエナジーカウンターは受けたくないんだよね。エナジーカウンターだっけ、エナジーカウンターからのバックドラフトだっけ、なんだっけ、操作端子しか受けたくないんですよ。
だから今回はなるべく根性調整したい。よし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 、ハイエンドブースターかで、バックドラフトだっけ、エナジーカウンターでした。ぐっちゃぐちゃ。回復力 1.5 倍もちょっと今助かるかもしれませんね、この局面だと。ここでこうさ、コンボ組んでさ、回復力欲しいじゃないですか。ここでやっぱり欲しくなるよね。こいつが突破できたのは大きい。あとは縁話でこいつを倒せるかどうかっていう話ですね。まあそうだね、一発で倒せるとは思ってないので、とりあえずダメージ与えていこうか。いや、むしろ陣が2枚あるから陣1枚使っちゃおうか。メイメイまず打ちたいと思います。メイメイ使って、でまあとりあえずダメージを与えるだわな。木もここに持ってきて、ひどいパズル。まあ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 、分割はできましたけど、これで半分ぐらいまでいかないんだよね。リダチェン来ます。こっちの方が倍率が出る気がするんだよな。ただもうちょっとダメージを与えておきたいよね。半分切らしておけば次倒せるかなみたいな。いや、どうでしょう。かぐや姫一回使います。これで2コンボしてみたいと思います。やばいかな、やばいかな、やばいかなと言いながらも組み続けます。あー、ビシュヌの方が火力出てる。プレパラシオン控えめですね。ただ三成陣が消えてしまったので、これはもうこう倒しましょうか。多分いけるよね、今の感じでいくと。バイバイ。素晴らしい、やった。いいね。デウスエクスマキナ結構難しい降臨の部類だと思うんで、個人的に。まあそんなにこうさ、キャラクターは強くないんだけど、こいつとかさね、めんどくさいじゃん。まあ引きによってはね、この辺とかもめんどくさそうですし、何よりマキナが硬いんでね。ということで、次回がデウスエクスマキナでインディゴでございます。頑張りましょう。久しぶりですね、なんかマキナ使うのもね。以上、ナッチでございました。バイバイ。